皆さんこんにちは、リーダーなわけでございます。というわけでですね、今回はもう逆の発想で、まあ、ガブリエル進化も強いだろうけど、進化ベースも強いだろうけど、神化ベースも強いんじゃねということで、神化ベースも使っていきます。はい。で、パーティーなんですけれども、身は変わっておりません。線形絆の過激が、激もついてて、で、こっちも同激ついてて、って感じなので、ここだけかな、ちょっと身が甘いのは。なんで、まあ、やれるんじゃないかなっていう感じ。もうこの組み合わせでいけるんじゃねっていう、発想。ガブ早いし、減速もらいながら、減速もらう前から強いんじゃねって、攻撃力も高いし。3万3000でしょ？強いでしょ？短縮しながらやっていきましょう。国がちょっと当たってます。ほい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 、いいねいいね、ガブちゃんいい感じ。まあ進化の強さはさっきの、まあ今さっき上げてきたんですけど、動画をそれで分かってもらえたと思うんで、逆にね、神化ベースがどうなんだろうっていう、まあ神化ベースもワープ持ってるしいけるんじゃねっていうやつで、まあ今回22ですね。僕はちょっと通常のね、ガブを2体しか持っていなかったんで、ガブ22でちょっと強さを確認していこうかなと思っております。はい。強くね。やばくね。ガブちゃんやばくない？オッケー、いいでしょう。やっぱ貫通いると楽だね。貫通いると楽だわ。やってと思うけど。で、減速もらいつつ、これ横感でいいんじゃね？横感で火力見たいよね。あーでもガブ進化の方がここでは強いかな。どうなんだろう。そんなこともねえか。そんなことないのかな。あ、ガブ進化の方が強そう。ここだったら。ここだったらの話だけどね。極めててさ。ねえ。友情入んの？ 2P の上に。何の 2P の上に入っちゃうの？いや、これも横勘でちょっと火力出しますか。本当は触れた方がいいんだけど。いや、最後の人殴りだな。いや、これガブの神化ベースも普通に強いぞ。殴れてないだけだな。殴れてないだけで普通に強いな。強い。強いです。ダッキーが出現。どうしよう、サンピーナだった方がいいかな。補填しつつ。痛いんだよね、この攻撃が。あー、剣が欲しいね。ひどいね。ひどいね。で、3P は動けるから、
メを痛くね、ダメを気にしてなかったけど、全然ダメをのこと気にしてなかったけど、ダメを普通に痛かったわ。どうしよう、肩で打ってみる、ストライクショット。ついよ、回復を湧いて、でここも SS 使っちゃうか。あ、やべ、あぶねえ、レーザー入るよね。あ、これやばくね、アブネーシ、アブネシア、これ SS 打った方がいいかな。どうだ、普通になんかでも原則になっていけそうな気がするんだけど、気のせい、俺の気のせいですか。行ってお前、立て勘しよう。強いな、危なかったけど、ダメを見ていなかった男がいたけど、なんとかいけそうです。はい、どうしよう、はい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 、ダメをが出てくるわ。これガブに渡したいな、進化ガブに。そんな行く、そんなやっちゃう。ああ、じゃあこれ、あれだな。直樹さん、終わりの、おし、見残し。ちょっと、伝統芸。ちょっと伝統芸かましちゃったじゃん。ありえません、危ねえし、普通に伝統芸かましちゃったよ。強いな、いや普通に、普通におかしいんだけどこいつで。1P、1P は普通に殴れるよね、普通に殴る。あ、強いな。ちょ、ガブの進化のキラーがおかしいだけであって、普通にキラーと同じような火力出してるから、弱点殴ったら強いな、これは。で、下入りて、入る、そっち入りに行く、まあ、そっち入りに行くのはそっちでいいけど、あー友情で倒すんかい、楽勝だな。これもだって横勘でいくでしょ。の火力がおかしいだけなのか。ただガムのキラーもらって、キラーっていうか攻撃力アップもらってないときついような気がする。いや、これ下入りて、いや入れないか、これどこに弱点があるかで。これ入れそうだけど怖いね。いや、入れ物しなければいけるか。あ、危ねえ、ゲージ外したやつがおるんだけど、グッドが出た。ありえません、怖っ。はい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 、
んだけどさ、なんでこんな強いの、ガブちゃん。ガブちゃんどうしちゃったの。いやこれ普通に強いな。いやガブの神化がおかしいだけだ。ガブの進化がおかしいだけだな。ここだろ、ちょっとガブの進化がおかしいけど、ストライクショット咲かせるの使います。ここだとこんな感じで、これ SS 打っちゃってもいいのかな。あ、これ減速いい感じにもらえそうじゃない。あ、減速いい感じにもらいすぎたな。いい感じにもらいすぎちゃったかな。最悪あれだ、どっかでガブの SS、 誰かのガブの SS 打つわ。こいつの削り師だ。ああどうしよう、こいつ打っていいけど打たなくてもいいな。これはまだ、え、打たなくてよくね打たなくてよくね。強っ。え、待って、私はやぶねえそうだそうだ、ガブの重心化は、神化ベースの重心化はワープがあれだったわ。スワビじゃないんだ。ここで雑魚処理に打つか。ギンジャスナーストライクショット。え？倒せてないし、倒せてないし、なんなら普通にめっちゃ減速もらった後の。あれ強かったし、どうなってんのどうなってんのいや SS は強えぞこれ。これ減速もらうでしょ、いい感じに減速もらって。ストライクショット上に上がってないよね。いけるんかいいけるんかい。あーなるほどね、ガブ強いね。まあちょっと進化ベースの時よりかは時間かかっちゃったけど、いや強いわやっぱり殴りは。最後のあれ SS とかすごかったな。だって最後の SS だってガブの SS ぐらい持ってってたよ、進化ベースの。はい、という感じで、まあ、今回は、まあ、過激モリモリとはいえ、守護者の方のガブリエルを使ってみました。いや強かった SS、 やっぱこの SS おかしいんだなっていう風に改めて思った。でなんだかんだ言って毒でダッキー落としてくれてたし、貫通枠としてもありなのかなっていう感じがしちゃったね、これは。使ってみると。マジで強いわ、これ。はい、という感じでございました。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。さよなら。